ヘルクリークイ層は北アメリカ大陸に存在する白亜気候期と赤月、新生の地層である。命名はモンタナ州上段近郊のヘルクリークに由来する。この地層はモンタナ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、そしてワイオミング州にまたがっている。モンタナ州ではヘルクリークイ層はフォックスヒルズイ層の上に堆積している。 ポンピーズピラー国立記念公園のポンピーズピラーはヘルクリー・クルイソーのごく小さなセクションの一つである。モンタナ州ボーズマンにあるロッキー博物館はヘルクリー・クルイソーさんの化石を世界で最も多く収蔵している。その展示物はモンタナ州立大学とワシントン大学の協力によって1998年から続いている。 ヘルクリークプロジェクトの集大成である。北アメリカ西部のヘルクリーク類草とランス類草の地図モンタナ州のヘルクリーク類草は、フォックスヒルズ類草の上、フォートユニオン類草のもとに堆積している。そして、フォートユニオン類草との境界は、白亜紀の終わりを定義する系、ピコグラム境界近辺にある。ヘルクリーク類草を特徴的づける。 動物章はその境界の数メートル下に存在する。その境界は、一般的に、ヘルクリーク類層上部とフォートユニオン類層のルド、ローブ層下部の接触面に位置し、ルドローブ層に入り込んでいる。ヘルクリーク類層のいくつかのエリアでは、約3メートルの厚みになっている。モンタナにおける一部エリアでもケイピコグラム境界は、見られ、赤月、新生の地層に薄く伸びている。 ヘルクリーク類層の動物たち恐竜を含む多くの動物がヘルクリーク類層で生きていた。ヘルクリーク類層は世界で最も有名な恐竜化石サイトである。化石は当時の内陸海路由来の海生動物のものも見つかっている。脊椎動物は2017年現在で長板類14種、翼竜一種、クロコダイル3種、ジャンプソサウルス類一種、ヘビや トカゲ等のユーロコ類14種、カメ20種、カエルと3照魚からなる両生類12種、甲骨魚類16種、軟骨魚類5種、そして哺乳類60種が報告されている。アンモナイトのような無脊椎動物、植物、哺乳類、魚類、海水爬虫類、恐竜、翼竜などの印象化石等の生根化石も知られている。 著名な恐竜が多く発見されており、トリケラトップス、ティラノサウルス、アンキロサウルス、パキケファロサウルスなどもヘルクリーク類層のメンバーである。最も完全な、ハドロサウルス類エドモントサウルスワンネクテンスの化石も2000年に発掘され、2007年のナショナルジオグラフィック製作のドキュメンタリー番組等で広く報道された。ヘルクリーク類層の生物賞は、 ランス類層と同じく、ランシアンであるが、ランシアンは、系統発生的にカンパに、アンの北アメリカの動物章よりも西アジアや、カナダアラスカの動物章に似ている。ヘルクリーク州立公園の系、ヘルクリーク類層における支配的な植物は、ケンカ植物である。粘土、デーガン、そしてサガンは、ヘルクリーク類層が、マーストリヒチアンとダニアンの期間において、 淡水域と汽水域であったことを示している。膨大な量の砂岩と、泥岩からなる堆積物は、山脈から河川系による西への流層と川の氾濫による侵食で堆積されたものと思われる。ヘルクリーク類層、ランス類層、そしてスコラード類層は、西部内陸海路の西海岸の異なるセクションに一致していた。低地の水系は多様な動物たちに生息域と、 なっていた。沿岸平原は海路の西側からロッキー山脈まで広がっていた。ヘルクリークはこれらの古環境を学ぶ上で最高のものである。当時、この地域は熱帯であり温暖湿潤な気候だった。古生物群の研究はフィールド古生物学の分野で最も難解なものの一つである。原生動物と違って環境によって 化石の保存される確率が左右されることや同じ場所で発見されたからといって同時に生きていたとは限らないことなどを考慮しなくてはならないからだ。ここでは1998年のホワイトの研究による詳細なヘルクリーク類層の最も一般的な恐竜の八つのトガにおける群衆の割合を示す。ヘルクリーク類層の研究対象エリア全体における 当時の大型恐竜の平均センサスを表した、エングラフヘルクリークプロジェクトによって化石が採取された、路頭は、下部、中部、上部の3つのセクションに分けられる。下部の頂上に当たる場所は、どこの層においてもトリケラトプス、エドモントサウルス、そしてティラノサウルス等の化石を多量に保存していた。トリケラトプスは、どのセクションにおいても最も普通的な存在で、 ティラノサウルスも普通種だが、エドモントサウルスをわずかに上回る程度である。ヘルクリーク類相乗上部では、例えば20個体分のトリケラトップス、5個体分のティラノサウルス、5個体分のエドモントサウルスの化石が発見されている。テスケロサウルス、オルニトミムス、パキケファロサウルス、そしてアンキロサウルスといった恐竜も数は少ないが、統計に含められた。 スファイロトルス、デンバーサウルス、トロサウルス、ストルティオミムス、アケロラプトル、ダコタラプトル、ペクティノドン、リカルドエステシア、パロニコドン、アンズ、レプトリンコス、そしてトロードンといった他の恐竜は報告数が極めて少なく全体の1%にも満たないので統計から除外された。 ヘルクリークプロジェクトで過去10年間にわたってなされた恐竜の採集は予期しなかった相対的な恐竜の存在量と以前は稀であると考えられてきた個体発生期のクラスを明らかにした。以前の調査よりもティラノサウルスの割合がはるかに高いことがわかっている。ティラノサウルスはトリケラトップスの次2番目に多い分類群として大型恐竜動物症の割合を占め、 それに3番目のエドモントサウルスが続く。これは、アペックスサガンとジェンレックスサガンにおける2つの主要な標本の個々の骨が係数された結果である。それらの路頭の体積の3分の2が、ティラノサウルスとエドモントサウルスの骨格で占められていた。トリケラトップスが最も普通的な恐竜で40%、ティラノサウルスが2番目で24%、 エドモントサウルスが3番目で20%、続くテスケロサウルスが8%、オルニトミムスが5%、そしてパキケファロサウルスとアンキロサウルスが共に1%という結果になった。極流類圏カシラ流類以下のほか、ミキサイのパキケファロサウルス類が、ノースダコタ州から発見されている。ツノ流類分類不能のツノ流類の化石断片が、最も普通に見られる。 ヘルクリーク類層の脊椎動物の8.31%がミキサイの角竜類である。長脚類とテスケロサウルス類分類不能の長脚類は非常に多く見られる。パラサウロロフスに似たランベオサウルス赤が発見されているがおそらくミキサイの新種である。しかし保存が悪いため記載するだけの情報に書く。ランベオサウルス赤は当時の北米ではすでに絶滅した。 あるいはしかかっていたと考えられているが、ヨーロッパやアジアでは生存していたことがわかっている。アジアのものにクスに近縁な動物が見つかっている。ティラノサウルス類オルニトミモサウルス類オルニトミムスカは、ヘルクリーイク類層においてよく見られる。ヘルクリーイク類層からは、未同定のオルニトミムスカが15標本産出している。オビラプトロサウルス類。ありがとうございます。